はい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 、流れ変わるぞこれ。おい、ほんまにこの勝ち方はマジで流れ変わりそうな雰囲気あるし、本当に井上投手よく投げたと思いますし、阿部監督のまあ神采配だったんじゃないかなって僕思います。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズの試合解説をやっていきたいと思います。はい、今冒頭でも言いましたように、まあ、ジャイアンツ今日勝ったんですけど、まあ崖っぷちのね状況から非常にこう流れが変わるんじゃないかっていうような勝ち方ができたというところで、非常に、いい勝利だったんじゃないかなと思います。で、特にやはり井上投手がですね、非常にいいピッチングをして、で継投ですよね、やはり継投というところ、まあケラー投手の好投からですね、本当にいい流れになりまして、その次のイニングで得点を奪うと、その得点の奪い方もまあその相手の隙をついたりとか、まあそういった形で奪えたっていうところがあったんで、少しこうまあスモールベースボール的なところはありましたけども、非常に効果的というか、まあ精神的に来るというかね、 DeNA からしたらちょっとこうなんて言うんだろう、きつい点の取られ方、そのバンバンバンって打たれたわけじゃないんだけど、非常にこうなんか精神的なダメージがあるような、大引きそうな点の取られ方をしたんじゃないかなっていうところで、まあまあ明日もね負けられない試合ではあると思うんですが、少しこうジャイアンツに流れが来たような感じはあるので、まあ明日以降もね非常に期待できるんじゃないかなっていうのが僕の意見でございます。はい、そんな感じでですね、まあ今日の動画の構成を言っていきたいんですけど、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきまして、で最後に僕が気になったところを、まあ配球チャートなんかもね使いながら一緒に見ていきたいと思います。じゃあまずね得点シーン振り返っていきたいと思うんで、僕の胸あたりですね、ちょっと画像を出しながら一緒に得点シーンを見ていきましょう。はい、まず今日はですね4対1というところでジャイアンツが勝利をいたしました。まあ非常にナイスゲームだったなっていうふうに僕思います。その中で、4回裏ノーアウト1・3塁から岡本選手のセカンドゴロでまあ1点取ります。まあそのちょっとまあ言うとですね、まあこのね、数試合見てまして、そのジャイアンツね得点が少ないっていうのもそうなんですけども、まあ点がまあこれ複数点取れそうだなっていう時で取れなかったりとかっていうところがまあ非常に、多いんですね。ずっと1点なんですね、ずっと取ってんのはね。でこの4回裏のですね、このまあノーアウト1・3塁っていうところで岡本選手の場面ね、まあ最低限まあセカンドゴロでね点を取れたのは非常に良かったんですが、まあよく言うならばね、それは岡本選手なんで複数点取りに行きたいっていうのはあるんですけども、まあそこでね、なかなか、まあ点は取れてるものの、複数点は取れてないというところは、まあ今のジャイアンツの、ちょっとこう、なんて言うんだろう、苦しいところであるので、非常にそういった意味で、まあこの4回裏の1点もそういう風に感じてたんじゃないかなって僕思うんですね。で、6回ですよね。6回ワンアウトから戸柱選手にホームラン打たれるんですね。これも2ボールから打たれちゃうんですけど、まあこれで同点になっちゃうんですよね。で、それ7回裏、ここですよね。ワンアウト1・3塁で岸田選手のセーフティースクイズで1点。で、ワンアウト2・3塁でピンチヒッター長野さんの時に、まあファーストゴロだったんですけども、まあフィルダースチョイスと、まあ冒頭というところで、まあ2点入りまして、この回一挙3点というところで、まあ逆転して、まあ4対1というところで勝てたというところなんですけども、まあ非常に、まあ先ほども言いましたように7回裏のこの攻撃ですよね。まあ非常にこう、まあヒットで、みたいな感じではないんですけど、まあ足を使ったりとか、まあバントを使いながらね、非常にこう、得点を積み重ねられた。まあ相手のミスもあってっていうところで、まあ非常に、まあ今年のジャイアンツらしいっちゃらしいかなっていうふうに思うし、なんかこれってなんかちょっと結構流れ変わってくるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってるんですね。はいですね、次ですね、スタメンの変更で見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、ちょっと画像を出しながら、一緒にちょっと見ていきましょう。はい、まずジャイアンツからなんですけど、まあジャイアンツ結構ね、スタメン変更めちゃくちゃしてますと。はい、変わってるところを言うと、まあレフトの、まあ長野さんが今日オコエ選手になってて、で、オコエ選手、まあ昨日センター入ってたんですけど、まあセンターにこれヘルナンデスですよね。緊急招集というところでヘルナンデスね、呼んできました宮崎から。もうやってもらうしかないっていうところですよね。で、昨日サードだったんですけども、岡本選手ね、今日はファーストに入っておりまして、
で、セカンドの中山選手が今日7番。で、キャッチャーも、岸田選手が今日8番。うん。で、門脇選手が8番から今日は2番に上がっておりますと。はい。で、ピッチャーはグリフィン投手から井上投手というところで、この絶対負けられないと、絶対取りに行くよっていうね、強い気持ちが、まあ、ヘルナンデスをね、招集させたと思うし、まあ、吉川選手もベンチに入れてというところで、まあ、非常にもう後がないところの、もう背水の陣というところで、もう絶対勝つぞというところがね、非常にこう、目に見えて、感じてました。はい。で、対する、ベイスターズですけども、ベイスターズはですね、全部スタメン変わってません。何も変わってません。で、ピッチャーは吉野投手から、まあ、ジャクソンに変わっただけで、何も変わってません。うん。っていうところで、まあ、こんだけ勝ててるんでね。うん。だからもう変えなくてもいいというか、変える必要はないというところですね。はい。じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたみたいなところですね、今日はね、まあ、今日で言ったら、ま、7回表、7回裏のところなんですけど、まあ、そこもね、含めてね、詳細に、お話していきたいと思うんで、こっからね、ジャイアンツファンであったりとか、DeNA のファンの方見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず、今日の両投手の、まあ、ちょっと僕の印象を言いたいんですけど、まず井上投手ね、非常に、まあ、ナイスピッチング、まあ、今日ね、ホームランの一本だけかな、ヒット打たれた。うん、っていうところありましたけども、まあ、非常にまっすぐが走ってたんですね。まっすぐ走ってて、で、変化球がちょっと、コントロール効いてないなっていう感じはあったんですよ。うん。はじめね、スライダーがね、なかなか効いてないなっていうか、ちょっと、こう、老けてるというか、高めに抜けてるなっていう感じはあったんです。ただ、そこで、まあ、諦めずにというか、まあ、カットボールにちょっとこう、重きを置いて、カットボールを投げて、ちょっと感覚を良くして、で、後からもう一回スライダーが良くなってきたっていうところがあるんで、そういったところはよく、うまく修正できたんじゃないかなと思うんですね。で、相手のジャクソン投手ですけど、ジャクソン投手は、もともとまあ、その結構荒れ球というか、まあ、真ん中に構えといて、まあ、散らばってくれるみたいな感じだと思うんです。で、だからバッターからしても非常にこう、絞りにくいんですね。うん、なんかコントロールいいピッチャーじゃないから、なんかこう、なんて言うんだろう。どこに来るかわからないみたいなところがあるんで、非常にこう、的が絞りにくい。で、その中で、チェンジアップっていう球種が結構、いい感じに抜けてくるんですね。球が速い分、ストレートの球が速い分、チェンジアップがうまーく抜けてきて、なんて言うんだろう。ストライクゾーンに来ても、チェンジアップみたいな感じになるんですよ。うん。チェンジアップか。チェンジアップなんですけど、なんて言うんだろう。時間差でやられるみたいな感じですね。だから、真ん中来てたとしても、ストレートが速い分、遅いボールになるんで、すごく難しいボールになるんですね。そういったところで、まあ、高めにも気をつけないといけないし、高めも強いんで、あんまりこう、高め高めってなっちゃうと、全部ポップフライとか空振りになっちゃうんで、目線を下げてっていうところだったと思うし、まあ逆に井上投手は低め低めっていう風に投げてって、スライダーがね、良くなってったら、その低めの同じ軌道からスライダーを落としたりできるんで、まあ今日も牧選手にね、スライダーワンバーンになったボール三振取ってたりとかしましたけども、ああいうピッチングができたら、非常にバッターって厄介だなって思うんですね。うん。で、その中で、4回裏ですよね。はい。4回裏、まあ、得点シーンね。ジャイアンツの得点シーンなんですけど、先頭これ、門脇選手ね、よく、先頭、フォアボール選びました、これ、本当に。で、ノーアウト1塁で、丸さんの打席の時に、3球目にエンドランかけますと。で、センターラインに行ったものの、センター前抜けまして、ノーアウト1、3塁に作るんですね。で、先ほども言いましたけども、岡本選手が4、6、3のダブルプレー。まあ、最低限の打撃っていうところはできてるんですけど、まあ、このチャンスっていうのは複数点というか、もうちょい繋いで、まだね、得点をしていきたいというところではありますけども、まあ、最低限の最低限はできたかなって思います。はい。でですね、このシリーズ、得点をした後にすぐ取られるっていうところがすごくあって、次のイニングね、僕ちょっとこう心配してたんですよ。4回裏の次のイニング、5回表ですよね。で、まあ、いつもオースティンがね、率は低いんだけども、ホームラン2本行かれてるじゃないですか、今ね。っていうところで、まあ、この回にもオースティンが回ってくると、先頭で回ってくるというところで、ちょっと警戒してたんですけど、まあ、なんとかね、センターフライを打ち取ったっていうところがあって、まあ、これは、少々甘い球だったんです。ちょっと真ん中に、外構えのものが真ん中に入ってしまったんですけど、まあ、その高さっていうところですよね。その、オースティンに2本ホームランってやってますけども、全部アウトハイなんですね。アウトハイなんですよ。だからあれがもしアウトハイに行ってたとしたらもしかしたら打たれてたかもしれないですけど、真ん中低めぐらいに行ったんですよ。だからまだ良かったんじゃないかなと思うんですね。うん、その高さは良かったですよね。はい。で、6回表、これワンアウトから戸柱選手にホームラン打たれちゃうんですけど、まあこれストレートボール、ストレートボールっていう感じで、ツーボールになっちゃったんですね。で、
まあ、次がピッチャーのジャクソンっていうところで、まあ、一球見ていこうかなとか、そういう、ね、感情も生まれるところではあったりとかするんですけど、いろいろこう、どうしようかなって考える、場面ではあるんですよ、バッターからしたら。ただそこで、戸柱選手がもうストレート一本に絞って、もう強振してきたっていうところで、まあ、これホームラン打たれちゃうんですけど、まあ、非常にこう、まあ、戸柱選手もね、今調子が良かったりとかするんで、まあここもね一発だけは気をつけてほしいっていう場面で打たれてしまったっていうところがあるんで、まあ非常にまあ残念ではあったかなと思います。ただこの次のジャクソン投手、まあセンター前に抜けるような打球打たれたんですけど、門脇選手がしっかりファインプレーして一塁ねアウトにできたっていうのは良かったと思うし、これでもしヒットなんか打たれてて梶原選手にも例えばね打たれたりとかしてたら、やばかったと思うんですけど、ここでしっかりジャクソンを打ち取れたっていうかね、まあピッチャーなんで打ち取る確率は高いんですけど、そこをしっかり取れたっていうところね、門脇選手のプレーも含めて非常にナイスプレーだったなと思います。でですね、これ6回裏も行きましょうか。ツーアウトから門脇選手ねセンター前ヒット打って、で、ツーアウト一塁で丸さんの打席の時に、これここはスチールというか、足使ってくるかなと思ったんですよ。というのも、まあね、もし盗塁アウトだったとしても、まあ、まあ次の回丸さんから始まるし、もし盗塁成功したら丸、岡本というところでチャンス、迎えられる可能性高いんで、走ってくるかなと思ったんですけど、ここ走らなかったんですね、逆に。さっきはエンドランかけてきて、逆に今回走らないっていうね、ここも駆け引きだったなと思います。で、丸さんが、ライト前ヒット打って、これで1、3塁また作るんですよ。2アウト1、3塁。で、岡本選手が、まあ、ライトフライに倒れてしまってっていうところで点が入らないんですけど、まあ、いい感じで、この、門脇丸っていうところが今日ね、機能してたなっていうふうに思います。で、7回表、ここでもピッチャー変えますと、船政の投手に変わりまして、で、先頭牧選手にセンター前ヒット打たれますと。で、ノーアウト1塁で、まあ、佐野選手をレフトフライ打ち取ると。で、ワンアウト一塁という場面で、オースティンですよね。ここで、まあ、右対右というか、サイドハンドなんで、船政の投手ね。普通で言ったら、このまま続投させると思うんです。なんですけど、ここでピッチャーケラーを出すと。うん。ここが、まあ、今日、神采配と言われるところですよね。はい。で、まあ、結果三振に取るんですけど、これも配球も含めて非常に大事なんで、ちょっとね、配球チャート見ていきたいと思います。はい、これナイスリード、これ、どうでしょう。これ岸田選手が出したのか、サインを出したのか、安倍監督が出したサインなのか、それはちょっとわからないですけど、まあ、非常にこれナイスリードだったと思います。はい、先ほども言いましたようにオースティン選手ってアウトハイをめちゃくちゃ打ってるんですね今。うん、だから手伸びゾーンって言われて、体からこう手がこうちょうど伸びたところが一番バットって加速したりするんで、飛びやすかったりするんですよ。だからこの、アウトハイを打たれてるという中で、ただインコースに行ったとしても真ん中に入ってしまったらホームランになってしまうっていう恐怖心もあるわけですよ。そこでどういう配球をしたかっていうと、全部打ち行ったんですね。インサイド、ストレート1球目ボール、インサイドボール。で、2球目インサイド行ってファール。で、3球目もインサイド行ったんですね。で、ここで3球まっすぐケラー投手がインサイド攻めてるんですよ。で、4球目にスプリットでボールになりますと。で、最後5球目カーブで、空振り三振取るんですけど、ここでよく3球インサイドいけたなって。僕びっくりしました、正直。僕がもしキャッチャーだったらいけてないです。絶対ビビって外行ってると思うんですけど、もう、手伸びゾーン打たれてるんだから、外のアウトハイ打たれてるんだから、もうインサイド行ったれっていうところで、もうインサイド3球ここ突っ込めたっていうのは非常にでかいですね。非常にナイスリードですね。うん。で、これ最後、そんだけインサイド見せてるんで、スプリットを見逃せたけど、最後カーブね、いいとこに落ちて、三振取れたっていうところがあるんで、これね、次のバッターとかも見てるんですよ、こういう配球をね。うん。だから、ここはマジでナイスリードだったなと思うし、ここでケラーを出したっていうところも、なかなかすごい采配なと思いました。はい。でですね、次のバッターが、このなんと宮崎選手というところ。で、シーズンで言ったら、5打数2安打の2ホームラン打たれてるんですよ。ケラーとその宮崎選手の相性ね、悪いんですよ、ケラーね。で、ここで宮崎選手を空振り三振取るんですけど、ここも、やっぱりケラーの配球って見てるわけですよ。うん。あ、さっきスプリットカーブで行かれてんなって、最後ね、思ってるんで、ストレート、ストライク、見逃しストライク、ストレートでファール取って、で、3球目インサイド行くんですよ。で、これもよくケラーが投げ切ったんですね。で、宮崎選手もさっきのね、オースティンの時のカーブとかスプリットの頭がやっぱちょっとあるから、それでやっぱちょっと振り遅れて三振取るんですけど、これほんまにね、ケラーよく投げ切ったなと思うし、本当にナイスリードだったなと思います。これ、
うん、これは本当にね、ほんまにこう腹くくったリードやなと思いました。うん。で、これ7回裏ですよね。ここ3点取るとこなんですけど、やっぱりこういういいピッチングとか、ちょっと流れを変えるようなところがあった時って、やっぱ得点するんですね。得点できるんですよ。で、これワンアウトからこれ坂本選手ヒット打って、今日マルチ安打ですよね。で、ワンアウト一塁で中山選手、これライト前。僕ちょっと一瞬ね、これバントで遅らすかなと思ったんですよ。今日ね、打ててないんですよ。まだこれ、シーズンというか CS でまだ1本もヒット打ってないと思うんですね。だから、これもうバントかなと一瞬思ったんですよね。だけどもこれバントさせずに、ライト前ヒット打つんですよ。で、ここの信頼感というか、信頼したっていうのも非常に素晴らしいなと思います。で、ワンアウト一段塁で岸田選手、まあこれ初球をセーフティースクイーズするわけですけど、ちょっと打球がポンってちょっとだけ上がったんですね。で、ピッチャーの前の横ぐらいに、斜め前ぐらいに、ちょっとポンって上がったんですよ。これ三塁ランナーの、これ坂本さんからしたら、ちょっと判断しづらいわけですよ。これもし取られたらどうしようってゲッツーになったりするんで、どうしようと思うんですけども、坂本さんもね、もうギャンブル的な感じで、バーン行って、もう、関わらず、もうバーンスライディングするんですね。それが良かったですよ。ナイス判断だと思うし、ナイス走塁だったなと思います。で、ここワンアウト1、2塁で、長野さん代打しますと。で、ピッチャー中川投手が来て、まあ中川投手って、アンダースローなんで、やはり多少ね、モーションって遅いんですよ。体傾ける分ね、遅いんですよ。で、ここでダイソー先ほどね、中山選手に、ピンチランナーで増田選手出てますと。で、その増田選手が2塁ランナーで、3投するんですね。で、それで、岸田選手もついてってダブルスチールって形になるんですけど、これは多分、まあらかじめ多分行くよっていう風に言ってたと思うんですね。で、岸田選手も分かった上で、二塁ランナーがスタートを切った場合、一塁ランナーもそれについていく形でダブルスチールになるんですけど、これはね、非常にナイス走塁だったと思うんです。これはね、ほんと素晴らしいなと思いました、マジで。はい。で、それで結局これ、長野さんが、これファーストゴロなんですけど、まあ、内野も前進してたんで、ちょっとオースティンが取って、ちょっとね、ジャックルというか、ちょっと持ち直して、ホーム投げて、それが暴投になってっていうところで2点入るんですけど、これ多分、普通にジャックルというか、持ち直してなくても、多分、ホームセーフなんですね。だからそれぐらい増田選手のスタートが良かったと思うんですね。うん。で、これ2点入りますと。で、これ計一挙3点ですよね、ここで。で、8回もでこれバルドナードね、今シーズン初めてちゃうかな、この今シーズンというか、この CS 初めてちゃうかな、この勝ちパターン出すの。うん。で、桑原選手にレフト前ヒット。で、ノーアウト1塁で森選手空振り三振、戸柱選手先ほどホームラン打ってますっていうところで、スライダー3球いってストレートで裏回転、見逃し三振。で、2アウト1塁でフォード選手をファーストゴロというところで、これしっかりゼロに抑えますと。で、8回裏ですね、ちょっと気になったのは、ウェンデルケン出てきて、まあこれ結果ね、ジャイアンツ丸、岡本、ヘルナンデス、あ、これ三者問題になったんですけど、これ岡本選手がサードフライやった時に明らかにストレート狙ってるんですけど、戸柱選手がずっと6球とも続けてまっすぐ出してたんですよ。だからそれがちょっと次の試合の伏線かなっていうか、ちょっとこうなんて言うんだろう、次に見越した配球をしてるなっていう感じはね、すごくしました。で、最後9回表、まあ、大勢出てきて、まあ、ワンアウトから牧選手フォアボール。で、佐野選手にデッドボール当てちゃったんですね。ちょっと膝のところをね、当てちゃって、ちょっと心配なんですけど、で、ワンアウト1、2塁でオースティンを空振り三振。これもフォークいいところに落としましたね。で、2アウト1、2塁で宮崎選手も、粘られたんですけど、最後フォークで、空振り三振というところで、まあ、非常に、ナイスゲームだったと思うし、この7回表、7回裏の攻防ですよね。非常にこう、まあ、ケラーのと、系統から非常に流れが変わったっていうのがあるんで、非常にそういった意味でも、その決断をした安倍監督の采配と、それを見事にね、答えたその選手のその結果を出したっていうところが、非常に素晴らしかったなと思うし、これ流れ変わるぞって本当に思ってますし、明日勝てばですね、タイに戻るわけなんで、全然ね、悲観的な感じに思う必要はないと思いますし、ぜひね、本当にね、日本シリーズ、ソフトバンクとやってもらいたいというふうに思うんで、頑張ってもらいたいな、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、ね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。